さんこんばんは。そろそろ一人飯をやっていきたいと思います。今日の一人飯は卵とトマトを一緒にかき混ぜてやつですね。これよくわかりません、名前は。まあトマトオムレツにしときましょう。そしてこれは魚でございます。まあ鮭の味噌焼きでしょうか。今日はたくさんありますよ。もずくですかね、これよくわかりませんが、海の幸でございます。それからきゅうりのしば漬け、それから皆さんの大好きな明太子、からし明太子でございます。博多には明太子がありますよ。うまいですよ。そしてこの白いご飯です。この白いご飯には上にこのもずくをねかけたいと思います。このもずくには醤油が欠かせません。醤油をかけましたらここでよくかき混ぜましょう。よくかき混ぜましたらご飯にのっけましょう。はい、これでいただきます。もずくをいただいています。もずく飯、たまりませんな。続いて鮭の味噌焼き、これをいただいてみましょう。これもなかなかのもんですな。うまいですよ、なかなか。味噌が効いてね、うまいです。これにも醤油をかけます。卵には醤油でしょ、トマトも醤油でしょ。ではこれをいただいてみます。こぼしたら拾って食べるし、トマトと卵の絶妙な食感がたまりませんな。このしば漬けも食べてみます。シャキシャキしてね、うまいですよ。で
皆さん大好きなこの博多明太子の これをここに乗っけてみたいと思います。食べてみます。なんとも言えずうまいですな。でかいです。でかい。たまにはこういう飯もいいですな。鮭の味噌煮もうまいですよ。味噌焼きも。うまいです。はい、そういうわけでね、また今日もやってしまった一人飯を。じゃあこれでお別れします。今日のじいさんの一人飯でございました。ではまた、バイ。バイ。